はい、どうも、海です。本日も、さばいて、私は有罪、無罪を続きからやっていこうと思います。はい、だいぶちょっと期間空いちゃったんですけども、また今回もね、有罪と無罪をね、判決して、私は裁判官になる、やっていきましょう。スタート。はい。無罪の証拠はどこ？いやー、無罪じゃあらへんのよ。もう薬物の交換し合ってんやん。何この後ろの人？お、誰だ？誰だお前？白髪のイケメンじゃん。かっこいいよ。彼氏が無理やりに、あ、彼氏最悪だでしたね。彼氏、白髪彼氏。だいたい白髪のキャラってかっこいいんだよ、私のイメージ。無罪の証拠はどこ？名前は、名前、これ？え？何、カビ生えた食べ物？いじめてたってこと？もう我慢できない。いじめのやり方が悪質なのよ。あ、なるほど。このカビの生えた食べ物をロッカーに入れると、あの女の人の最悪で悪質ですね。なんかどうやってその腐らせたん？てか時間と手間すごくない？腐らせるほど放置してそれを入れるんでしょ？いや好きじゃん逆に。そんな手間を取ってまでさ意識してほしいって好きじゃん。無罪の証拠はどこ？林英子。ケーキがぐちゃぐちゃになったってことね。でその証拠はこれ？あ、おめでとう、ビーミー、あ、これは浮気？ビーミーは誰よ？しかも今日私の誕生日でもないんだけど、あ、もうごっちゃになってるね。浮気相手と本命をさ、ごっちゃにする男、最悪です。はい。もう地獄に落ちろ、無罪でもなんでもないわ。無罪の証拠はどこ？姑かな？おばあちゃんが怒ってて、焼き魚。何焼き魚じゃない。なんだろう。まず無罪の証拠っていうのは、私が怒られてることへの無罪を証明すればいいってことなのかな。何この、あ、醤油に毒持ってる？だってお母さん、私のこと殺そうとしてるんでしょ？なのになんで早く食べろってせかすのよ。絶対食べない。うわぁ、怖っ。え、怖っ、シュート、お母さん、シュート目かな？え、怖すぎん？嫁殺そうとしたの？なんで？な、どんだけ不仲なんだよ、怖っ。いかにもなね、ドクロマークのついた醤油。怪しすぎるでしょ。無罪の証拠はどこ？血みどろですね、椅子が。台本じゃない、これ。あ、エッチな台本？何？これがどうしたの？いくら仕事がないからって急に AV の仕事持ってこないでよ。私はあなたたちのただの商売道具じゃないよ。あ、なるほどね。あのアイドルの女の子が、AV でちょっとやってみないってマネージャーかなんかが言ったのかな。で、それで殺したと。やりすぎ。殺さんでもいいよ。さすがにね。まあ、プライドがあれでなんなのかな。相当怒りに狂っちゃったのかもしれないけど、殺したらもう終わり。もう芸能生活が終わるよ。無罪の証拠、まあ芸能関係じゃなくてもね、もう普通に人生終わっちゃう。これ何？あ、これ関係ない。灰皿だよね？タバコ？無罪は、何がある？他怪しいの？この男の子がやったんでしょ？この女の人。だから、で、逃げてるから。え、やっぱ灰皿違う？それしかもう怪しいのないんだけど。お腹、ここも違うもんね。なに下の方を押したらなんか出てきたんだけど。何？何の後？男だって言ってなかったじゃないか。わかるか？この問題。男だったの？あ、何？で、なんなの？男だって、あ、そういう、あれ？なんだろう。まあ、そういう関係になろうとしたら、実は男だったって。で、殺したの？やりすぎでしょ、みんな。どうしたの？みんなさ、怒りの沸点低すぎん？沸点が、いや、怒るのはいいんだけど、手出すのが早すぎるんだよな。まあ、いいじゃん。ね。心の中は、そう、どうかわかんないじゃんね。もう普通にね、体男かもしれないけど。無罪の証拠、あ、これはもう完全これですね。どうした？どうしたの？なんで？絶望し、あ、浮気してたんだ、女が。
俺が出張が多いからって他の男を家に呼ぶのはあんまりだ。家、夢の40年ローンのマイホームだぞ。お前は死んで当たり前だ。うわー、当たり前ではないけど、殺しちゃダメだけど、40年のローンを払って建てたか、ね、買ったマイホームにね、自分じゃない知らんよその男を連れ込まれたら、そりゃもう絶望だわ。うん、これは嫁悪いね。さすがに家連れ込むのは、せめてさ、まあ浮気自体ダメだけど、よそでやってって感じだよね。家の中にはさ、入れないでほしい、他人を。うわ、怖。無罪の、あ、なんかいるって。え？これじゃないの？え？あ、マットの方をタップする？あー、誘拐されてる。誘拐？なんだろう？人質？おい、面白いこと用意するって、まさか俺の妹を拉致するとか、これから何するつもりだったんだよ。ああ、まさかたまたま持ってきた女の子が自分の妹、うん、あの友達の妹だったっていう、もう運悪すぎだね、あの男。なんでよりにもよってね、妹連れてきちゃったんだろう。いや、まあそれでもね、うん、そういうことしちゃダメだよっていうバッチが当たったんだね。ダメだよ、うん、女の子をそんなね乱暴にするのは。はい、無罪は、私が、なんかしたのかな？このぬいぐるみ？わたが、これ無罪じゃないじゃん。どう、喧嘩しちゃったのかな？ママが死ぬ前に買ってくれた唯一の人形だったのに、壊したあんたが悪い！あ、なるほど。私の人形を壊されて怒って叱って泣いてたのか、あの子が。うわー、これは、しかも、買ってくれた唯一の人形。うわー、お母さんもういないんだ。形見が、唯一形見がね、どうしてこんなボロボロ、このボロボロの仕方は悪意があるよね。さすがに何かしててじゃないもん。悪意のある、壊し方。無罪は、結婚指輪を投げてますね。で、泣いてて、しわくちゃの、これ。あははは、クラブ出てきましたね。浮気ネタが多いこと。キャバクラ帰りによくプロポーズしたわね。この指輪もどうせキャバ嬢が断ったから、もったいなくて持ってきたんでしょ？捨ててやる！うわぁ、その指輪いらん。その指輪はいらんし、よく本当にプロポーズ前にキャバクラ行ったな、この男。最悪じゃん。もうね、スーツもシワクチャだしさ。もう身だしなみもしっかりできない男。やだね。これは、何？カメラでなんか撮ってんね。で、私が投げて、え？何？これ？チューしようとして、なんかカメラで撮ってる人がチューしようとしてない？プロポーズ断ったのにキスしようとするとか、このゲスの極み。あー、なるほど。断ったのにチューしてこようとしたんだ。無理やりすぎん？もう夢見すぎだよ、この男。でもなんか写真撮ってる人が白い服じゃなかったっけ？あれ？私も見間違い？はい。無罪は、これは、ここ？なるほど。これはもう助けようと思って窓を仕方なく割ったっていう。それは無罪ですね、完全に。大丈夫ですか？無法侵入とか、人命の方が大事でしょ？うん、これはもう、うん、命の方が大事だから、さすがに罪にはならないし、むしろ、もうヒーローだよ。救世主だよ。これはすごいかっこいい。勇気のある行動。これはどうせこの怪しいものの中に何かが入っているんでしょうねと思ったら、ただのプレゼント。なんで殺しちゃったの？プレゼントだよ。何回も断ったでしょ。家までついてきていい加減にしてよ。黙ってやられてたまるか。なるほど。なんか断ったのしつこい男も多いね、今回。家までついてきてわざわざ、もうね、これあげるからさ、ね、いいでしょ、一回一回みたいな感じなのかな。へえ、どうして諦めきれない。そうやってね、しつこい男ね、よくないよ。うん、嫌われるよ。これは無罪の証拠。あれ、これなんか見たことあるよ、これ。これあれでしょ、実はこの女が怪しい人だったみたいな。あれじゃなかった。あれ、この問題見たことある気がするんだけど。あ、思い出した。これあれだ。あざがいっぱいあるみたいな。あれ？この問題やらなかったっけ？このゲームで。このゲームじゃないとこでやった？おばちゃん虐待してるでしょ。目上の人とか大人の人とか関係ない。あの子のために通報するんだから。うん。なんかある気がする。あ、あの問題だけかな？見たことないの。よかった。なんかああいうね、一回見たことあるの見たら、その後も見たことあるやつばっか説があるからね。これはこれ。なはは。これはそうなるわ。うん。誰がどう見てもそうなるわ。
近所で女性の下着ばかり盗まれるって騒がれてたけど、あなただったのね。別れましょう。しかもそんなさ、フリフリな、なんか可愛らしい下着じゃなくない？なんかスポーツブラみたいな感じの下着じゃん。そういう下着が好みなのか、逆に。わー、しかも近所でね、噂になってる犯人が自分の夫って、もうちょっとさすがに距離を置くわな。荷物を捨ててるね、なんか。これは何？あ、GPS！ あー、それは捨てましょう。うん、即捨てましょう。他のものは捨てなくていいんじゃないの？でも、それだけ捨てれば。彼氏が私のカバンに GPS 仕込み始めたわ。申し訳ないけど、急ぎで川に捨てます。このまま逃げないと。逃げよう、逃げよう、逃げよう、逃げよう。もうこのまま帰ったらね、お前 GPS どこにやったんだよってすぐバレちゃうだろうから。もう、うん。もう装飾不明になりましょう。あの、彼氏の前で。はい。無罪の証拠は、なんか金渡してるね。なんだなんだ、これは。借用書、あ、借りてた、借金してたってこと？だって私に金借りてるんだもの。早く返しなさいよ。うん。でもなんかね、返され方がさ、すごいもう、悪徳のね、やり方だったよ。すごい悪いヤクザのね、取引現場かと思いました。